まあ、これでまあ3回目ですね。吸ったの3回目だけど、ちょっと待ってくれ。あんな地下でね、いやビビっただろ。地下ブリンク決まったね。びっくりした。何より私自身が一番びっくりしたよ。画面の前の皆様こんにちは、メラビト Q でございます。本日はオーモンドさんのリゾートにナースがやってきたということでね、やっていきたいと思います。またここか。いや、さっきの試合はねカニバルでやってたんですけども、まあ、その時もここでしたね。あったあった。いやー、大幅なタイムロスですよこれは。よいしょと。さあ、まずはね索敵。ナースはね、あのナースコールとかね、まあ、いい感じの索敵パークを持っているんですけど、まずね、一発目を当てないことにはお話にならない。さあ、徒歩でね。よいしょと。いや、あんなこうのそーっとね、入られるとね、ちょっとためらっちゃうけどね。取っちゃいます。しまった、バベチリ見るのを忘れていた。おお、あいよ、当たらんか。よいしょと。いや、ただ蹴りたいだけなんですよね。ただただ発電機蹴りたいだけなんだな。しまった。そっちか。あいよと。いやで、今回ねこのブリンクヒットの出入りがあるんで、あそこ届くか。いや、届く。このナース腕力強いから、あっちだな。さっきのジェイクか、もしくはなんかちょこちょこ動いてたネアがいるはずなんだよね。倒れてる。なぜ、あの板が倒れてたのはなぜだ。さて、ちょっとね、目処を追いたい。もう逃げたか。あっちの方行きましょうかと思ったけど、助けに来たからね。あいよ。板スタンと。さあ、誰がどこ行った？板スタンと。まあ、ブリンクでのスタンっていうのが、まあ、効果重複しないんでね。板スタン食らった後にブリンクスタンまで食らってたらね、たまったもんじゃない。ん？いたね。叫ばない、全く叫ばない。怖え。それはそれで怖いぞ。よいしょ。やめんか。あいよ。
いやもう地獄絵図、地獄絵図これは。まあ一人ね、まあこと切れたけども、ちょっと待ってくれ、ブリンクヒットをさせてくれ、ブリンクヒット。お前だ、何なのこのなんか無理救助合戦みたいになってない？大丈夫、あ、なんかジェイクだけが多分一人まともにまともにプレイしてそうな気がする、無理救助なんかせずに。あ、いいよ、やったー、これがブリンクヒットね。4回当ててデイリーを達成したい。さあナースでの全釣りが見えてきたぞ。あと1個発電機をつけさせて、発電機をつけさせてハッチを出現させておいて、まあ3人目ね釣った時に、3人目を釣った時にまあすぐにねハッチ閉じに行くっていうハッチ植え待機みたいなのもありですね。さあ巡回、たまにはね。あ、よいしょと。さあ釣りましょう。このタイミングでね地下に釣るのはやめとこう。よいしょと。ジェイク映らなかったね今。近くにいるんだろうけど。さあ、もしかしたらロッカーの中説はあるけどね。ロッカーが好きそうなジェイクだったから。まあでももう出てるでしょさすがに。あ、死んだ。あそこつけたな、ちょっと。もういないか。通っても破壊してたよね。びっくり。どっち？ちょっとあっちから回っていくか。まあまあハッチゲームなんでね。あった。え、ここ、こんなところにハッチがある。どこだ。あー、いいね、いい感じに固まってくれてる。さあブリンクヒット何回やったっけ。あそこか、ちょうど見えない、い位置なんだな。いる、開けてる、間に合うか。開けてないわ。
遅いな。あっち開けたかな。いた。待って、あいよっと。いや、なんとか倒したぞ。ナースで4キル久しぶりだな。よいしょと。というわけでね、まあ、ロッカーに隠れるときは慎重にという感じのね動画でしたね。いや、さっきのね、まあ、クローゼットも足跡がついてたんで、ロッカーの前に。まあ分かったと。まあ、あのジェイクはね、もうスッて入りましたからね、もう見てる前で。ロッカーに隠れるときは慎重に入りましょうという教訓的な動画でした。はい、冷酷な殺人鬼ということでね。デイリーは3回か。まあ、この後ね、まあ、ちょっともう1回ナースプレイしてブリンクヒット当てていきたいと思います。いやー、素晴らしい。それではご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。画面の前の皆様、こんにちは。ウェルベット Q でございます。本日はナース。まあ、練習とね、あとデイリーでブリンクヒットを当てなさいっていうのがあるんで、まあ、それを兼ねてね、プレイしていきたいと思います。まあ、こんな近くにいるわけないか。ちょっとね、今回フックの位置をね、ちゃんと確認していきたい。というのもですね、生存者たちがオファリングでね、フックの位置を遠ざけるっていう、そういうオファリングを燃やしていたんで。いや、こんにちは、ジーク。はいよ。よし、これでデイリーは完成だ。よっと。デッドハード使うタイミングがね、ちょっと違ったかな。さあ、そこ小屋の方に地下があるんですね。いや、もしかしたらそのジェイクなんで、ジェイクのサボタージュっていうパークがあれば、ジェイクのサボタージュっていうパークがあればね、フック破壊できるんで、まあ、それをしながらやる、それをしながらプレイするみたいな。どこ？そっち？こっちっぽいな。足当たったね。助けに行ってるか。どっちから？当然そっちに抜けますよね。お、いた。さあ、どう動く、あのジークは。いいね、ナースから逃げるにはやっぱ距離を離す。距離を離すんだが、まあ、執念深く追ってこられるとね。あ、やっぱ破壊されてるね、フック。あ、よっ。出歯だったわ、そういえば。そういえば出歯だった。ここフックあるか、大丈夫か、近くに。なければなければ。なければね、運んでいくまでだ、そこだ。まあ、フックもね、破壊されても3分は、3分だったかな、3分か2分でね、復活するんで。しまった。やっちゃった。こっちだな。ショップの中に逃げたか。窓枠だったか。お、ショップの外に出て行って、あのネアにしましょうか。
ここにいるよ。さあ見つけちゃった。やめなさい。はいよっと。まずはニアから釣ってあげましょう。あのジェイクね、3回目だからね、まあ今ここで取り逃がしたとしても一応バベチリで探索しつつ、近くにいるな、倒しに来るつもりか。まあいい、空振りだったな。よいしょと。やめなさい。よいしょと。あそこだな。いいぞ、かなりいいペースなんじゃないか。いや、ナースで連続してね4キルができるとなると相当嬉しい。嬉しい、嬉しいっていう、あくまでも個人的な意見なんだけども。さあハッチゲームになりそうだね。よいしょと。ただね、バベチリがまだ3トークンしか溜まってないんで、もう一人釣っておきたい。ハッチはどこだ。ある。ここだ。今回ハッチ探し冴えてるね。さっきの試合もねすぐ見つけたんですよね、ハッチを。あ、いいね、今回近いじゃん結構。いた。うん、まあいい。ナースのブリンクでの疲労と、あれ、よいしょと。まあ最後はね徒歩で、ナースで徒歩で追い詰めるとね、いい徒歩キラーのねいい練習にもなるんですよね、読み合いの。ナースが遅いんで逆にそこ歩いてこんだろうみたいな生存者たちの意識があるかもしれませんが、まあ、とりあえずこれでね4釣り目。解放とか持ってない、解放とか持ってたとしてもこの人救ってないから、救ってないというか、まあ最後だからね発動しないか。まあということで、まあ、見事、さっきのねオーモンドでの試合に続き2試合連続での4キルでございます。まあ、この動画続けるかもしれないですね、もしかしたら連チャンでその動画出してるかもしれない。ということで、デイリーも達成したと。で、ブラッドポイント少なくない？4人釣った割に。まあいいや。ランク2が混じってたか。ボロータイム。誰だこれ？ネアか。ネアがボロータイム持っていたと。ランク2ですよ、これで。ランク2でもね、ああいった無理救助流行ってるんですね。無理救助ではないか、ネアは。やったのはメグか。無理っぽい救助をやったのは。まあ、というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。